どういうことです？ジークの獣を他の奴に移す。イエーガー派とかいうのを一人でも捕らえて巨人にし、ジークを食わせてやれ。エレンが本当にジークに操られているのか知らんが、ジークさえ失っちまえば、連中はおしまいだ。ピクシスにそう伝えろ。行け。本気ですか、兵長？奴の手足でも燃えておけば、じいさんも腹くるだろう。読書は楽しいか？面白いよ。7回も読んだ割には。俺たちの会話が気になって集中できなかっただろう。7回も読んだ本に熱中しろってか？ところで、ワインはもう残ってないのか？一月もここにいるんだぞ。一滴も残ってねえよ。まったく。ひでえ拷問を考えるもんだ。読書を続けろ。了解だ、ボス。ピクシスの返答がどうであろうと奴を切る。完全武装の兵士が30名、この森を上から囲んでいる。獣の巨人になろうと、奴に逃げる術はない。やはりヒゲ面野郎は俺たちの敵だった。それが判明した時点で、人質に手足をつけとく理由はねえよな。長かった。エルヴィン、あの日の誓いを、ようやく果たせそうだ。お前たちの死には意味があった。それをようやく証明できる。